晴れたらハーレーをご覧いただき誠にありがとうございます。動画主のサイエンです。今日はですね、エボリューションとショベルヘッドエンジンですね、エンジンにちょっと的を当てて、その外観の違いをちょっとお話ししたいと思います。まあ、エンジンの外観の違いなんて見た通りなんですけど、見た通りのことなんですけども、何がどうしてこう違うのかというところをですね、ちょっと簡単に、お話ししたいと思います。まず それではですね、ちょっとショベルヘッドの方から見ていきましょう。ショベルヘッド、もう何て言いますか、ちょっとこうエンジン全体からこう古めかしい印象といいますか、古典的な、エンジンという印象が漂ってきます。まあ、それに対してエボリューションですねの方を見ますと、こうフィンが何と言いますか、整い、非常にこうクリーンと言いますか、スマートな外観で、すごくこう何て言いますか、洗練された感じですね、印象を受けます。何がどうしてこんなにエンジンの外観が違っているのかというところを話しますと、まず素材の違いですね。シリンダーの素材の違いにより、エンジンの固定の方法が変わったと。でこれがこうエンジンの外観に大きな影響というか、ですか、印象の違いを生んでいるということになります。ショベルヘッドのシリンダーというのは鉄のシリン、鉄で、ショベルヘッドのシリンダーは鉄ですね。それに対してエボリューションのシリンダーはアルミと。でショベルヘッドの場合はクランクケースがアルミで、シリンダーが鉄で、シリンダーヘッドがまたアルミと、アルミ、鉄、アルミと素材が違ってるんですね、エンジン一つのこのブロックの中で。それに対して、エボリューションはクランクケースアルミ、シリンダーアルミ、シリンダーヘッドもアルミ、オールアルミエンジンですね。で、まあ、これエボリューションといいますか、エボリューション以降ですね、オールアルミエンジンとなってます。でショベルヘッド以前というのは、まあ、シリンダーが鉄と。で、まあ、ここでちょっと一つね、区切りがついてるのかなというやっぱり印象がします。でこの素材の違いによりエンジンのこの外観も大きく変わってますので、やっぱりショベルとエボの間にこう一つの区切りついてるのは、まあ、そこに一つの何と言いますか、原因と言いますか、理由があるのかなと思います。では鉄のシリンダーだとなぜこんな風にこう何て言いますか、印象が古めかしくなっているのかと申し今説明しますと、金属っていうのはその熱によってこう膨張したり縮んだりと、ご存知だと思うんですけれども、要するにこの素材が違うので、エンジンが温まった時にその膨張率が違うということですね。でこのエンジンの膨張率が違うもので、なんて言いますか、固定する際にですね、シリンダーとシリンダーヘッド、クランクケースとこうまとめて、ボルト止めすることができないんですね。シリンダーだけこう膨張率が違うもので、なので、ショベルヘッドの場合は、クランクケースとシリンダーを固定する、そしてシリンダーとシリンダーヘッドを固定するというような形になりまして、このエンジンのこのもう外側にですね、シリンダーを止めるこうナットだったり、シリンダーヘッドを止めるボルトの頭ですね、などがこう露出していると。で、まあ、そのために当然フィンなんかの形状もボルトの逃がしをしないといけないということで、こういういびつな形になっていると。こういうこのフィンの形状がこのショベルヘッドのこの外観、古めかしい外観に、大きく影響をしているということですね。それに対して、エボリューション以降というのは、このシリンダーの外側に、こんなショベルヘッドのようにボルトが露出しておりません。エボリューション以降というのはアルミ、オールアルミエンジンなので、エンジンの膨張率が全て同じということで、貫通スタッドボルトと呼ばれるこう長いボルトですね、がクランクケースからこう4本こう飛び出てるんですね。まあ、何か画像で見たことあるかと思うんですけども、でその長いボルトにシリンダーを通して上からヘッドをかぶせてまとめてこう4本のネジで固定すると。で、これまあハーレーだけに限った特別な技術じゃないですね。日本製のオートバイとか外国製のオートバイでも全部オールアルミエンジン、まあ、もう当然もう大昔からもう貫通スタッドボルトっていうのを使ってシリンダーとシリンダーヘッドを止めると、まとめて止めると。でこれメリットといいますか、いうのは膨張率が同じで、こうシリンダーも膨張するわけですね。でその時にこの貫通スタッドボルトっていうのをそれに合わせてこう伸びて、伸びるのに対してこう張力か復元力が発生してより密着性が高まると。でオイル漏れだとかそういったものをしにくいということで、まあ、今時はもう全てこういう貫通スタッドボルト
の、を採用した、エンジンとなっています。なのでこう外環上こうシリンダーの根元にこうボルトが出てあったりとか、ボルトがあのナットが出ていたりという外観ではなくて、もう非常にこうスマートな、外観ですね。ただあのエボリューション以降というのはこっち側にあのボルトの頭2本だけ、出てると思うんですけども、あれがあの貫通スタッドボルトのナットですね。袋ナットのが、プラグ側にこう2本見えてると、あともう1本2本というのはもうこのロッカーベースの真下にあると、だからちょっと見えないところということですね。このような理由でですね、ショベルヘッド以前とエボリューション以降と大きくこうなんて言いますか、エンジンの外観の印象が変わってきているということですね。まあ要するにショベルヘッドで一つの 区切りがついたといいますか、こういう鉄シリンダーのこういった造形というのはもうここで絶滅して、でエボリューション以降新しい、エンジンの形ですね、新しい技術が採用されて新しい、外観のエンジンという形で削ると継承されていくというところで、ここで、個人的な意見ですけども一つの、区切りがついているのかなと。もちろんショベルがいいエボがいいどっちがいいという話ではなくて、どっちがいいというのはもう個人の趣味だったり価値観だったりで もちろん変わると思うんですけども、あとそれとですね、このエンジンの造形で一つもう一つ大きなこうなんて言いますか、見た目の印象に大きく影響あるところがエンジンの空冷のフィンなんですけども、ショベルヘッドこのフィンとフィンの間にですね何も支えとか何も入ってないんですね。なのでこうフィンとフィンの間のこう景色が向こうはこれ透けて見えるんですけども、エボリューション以降というのはこのフィンとフィンの間にこう支えが入るようになったんですね。こうフィンとフィンがこうならないようにこの間にこう支えが入っているんです。その結果フィンとフィンの間がこう透けて見えなくなったんですね。エボリューション以降というのはこの辺りの違いはですね、動画だったり写真だったりで見てはちょっとなかなか伝わりにくいところなんですよ。現物を見るとなんかこうなんて言いますか、醸し出す雰囲気が違うなと。よくよく見ると言われないと気づかないかもしれないんですけども、フィンとフィンの間が透けてるか透けてないかでものすごくこうなんて言いますか、このショベルヘッドのエンジン空冷らしさがすごく出てるんですよね。もちろんエボリューションなんかでも十分フィンもがっつりね、ショベルよりも面積大きくフィン出てますので当然空冷は空冷の雰囲気出てるんですけども、このフィンの間に支えがあるかないかでちょっとこう印象もかなり違います。個人的にはだいぶ違うと思うんですよ。でこの辺りはですね、もし機会があればちょっと現車ですねで見比べていただければと思います。でこのフィンの支えというのは当然これもあった方がいいんですね。ハーレーはエボリューション以降全部こうやってフィンとフィンの間に支えが入っているんですけども、日本製のオートバイなんかですとこのフィンとフィンの間にもこうゴム黒いゴムのブッシュなんかで詰めたりとかしてこうフィンとフィンの間に支え入れてるんですね。というのはやっぱりフィンこう振動するらしいんですよ。で、これ振動によってこうフィンが折れたりだとか、フィンの音が鳴るとかそういったことを言われてまし、言われてまして、エボリューション以降ハーレなんかはこうさりげなく支えが入っているというところですね。ちょっとこういったところも、踏まえて見比べてみるのも面白いかもしれません。もしショベルヘッドにしようかエボリューションにしようかと迷っておられる方いらっしゃいましたら、ちょっとこの辺りも現車ですね、生で確認していただくと、いいのかなという感じがします。それではですね、ちょっと今日長い話になってしまいましたけども最後までありがとうございました。